はい、ということで、ツイン、あ、はい、ということでないよ。ということでってなんだ。はい、こんにちは、ツインです。次回でねえや、前回に続いてね、この T シャツが変わってないのを見て分かる通り、連続で撮ってます。前回はですね、なんだろうな、組み立てる前の話でしたね。まだ全然組み立てる前に、まだまだ全然いかないんですけども、このまず開けて、説明書をよく読んでください、でよく読んだ上で必要なものを買ってきてくださいっていう話をしました。でですね、実はですね、買ってきてくださいって言ったんだけども、実はですね、作り始める前にもう一本買ってほしいものがあったんですよ。実はニッパーのこの前説明したんですけど、まあ、塗料接着剤ニッパー、多分初めてプラモデル作る方は多分どれも持ってないと思うんですよ。もちろんニッパーも持ってなければ接着剤も持ってないし、当然塗料も持ってないし、で塗るんだったら筆も必要なので筆も持ってないですよね。なので、で筆に関しては塗装の時にお話ししますので、ちょっとここでは割愛したいんですけども、一応筆もこの動画を、ね、最後まで見てもらって筆も一緒に買ってください。でもう一本ね、買ってほしい道具があるんですよ。これがですね、デザインナイフです。デザインナイフっていうの言葉を聞いたことありますかね。ないかな、わかんないんですよね。デザインナイフでもそのモデラーの中でもデザインナイフって言えばもう知らない人はいないっていうぐらい の道具なんですけども、本当はね、これ製図用のね、紙をこう精密にこうカットするようなものだったりする道具ではあるんですけど、なんかいつの間にかね、プラモデル専用の道具みたいになってます。何をするかというと、ニッパーでね、パーツを切り離すじゃないですか。で、切り離した後に、ゲートっていうのが残るんですよ。ゲートっていうのはどういうものかっていうのは、また、おいおいね、説明しするんですけども、要は、この、ランナーからね、ランナー、前回説明したランナーからパーツについてる、この、つながってるところの、この境のところ、これがゲートっていうんですけども、このゲートが完璧にそのニッパーだけでは綺麗にカットできなかったりするんですよ。でそのちょびっと残った、ちょっと残ったこのゲートの残りをこのデザインナイフで、カットする、こそげを落とすようにカットするんですけども、それにすごく必要になってしまうので、ぜひデザインナイフは必ず買って欲しいなと思います。まあなくてもいいっちゃいいんだけど、でもまあどうせそのうち必要になるので、例えばもう今回初めてプラモデル作ってね、あーなんかプラモデル初めて作ったけど俺向いてねえや、プラモやめようって思った方は多分いらないと思うんですけど、でも多分プラモデル作って、あープラモって面白いなって思ったら絶対に必要になってくる道具なので、ぜひデザインナイフを買ってください。300円ぐらいで売ってるんじゃないか。で、ニッパーはほんとこの前言ったように100均でもういいぐらいなんですけど、デザインナイフはもうちゃんとしたこの、まあタミヤさんなりオルファさんなりいろんなところが出してますけども、まあ300円とか、まあ高くても500円ぐらいで売ってると思うので、ぜひ買ってください。はい、というわけで、今回はこれでっていうわけにはいかないので、さすがにね、3分で終わるわけにはいかないよね。というわけで、じゃあいよいよですね、袋から開けていきましょう。でね、実はね、袋から開ける前に確認してほしいことがあるんですよ。めったにないですよ。もうめったにない。めったにないし、僕もね、もう何十年プラも作ってますけど、一回あったかないかぐらいです。本当に。たまに、あとね、中古で、例えば、中古でですよ、プラモデル買ったりとか、もしくは誰かにプラももらったりとかっていう場合だとあるかもしれないんですけども、まあ、基本的にこの袋に入った状態で、まだ開けてない状態では、まずありえないんだけども、もうしつこいか。パーツがなかったり、壊れてたり、成形不良って言って、要はプラスチックがうまく回ってなくて、ちゃんとね、形ができてないみたいなことが、万に一つぐらい、以上にない、もう10万に1つぐらいの確率であるんですよ。で、そういう場合はですね、これをね、このまんま袋のね、上なんか開ける前に、こうやって、このね、ガンプラだったらこうやってランナーの状態が、ランナーと部品の状態がわかるので、これ見てもらって、
大丈夫かなって見てもらって、大丈夫だなって分かってから袋を開けてください。で、大丈夫じゃないってなった時は、もしなんか不具合がある場合はもうそのまんま箱閉めてお店に、まあお店で買ったんだら買ったところのお店に持っていくか、もし通販とかで買ったんだったらその通販のメーカーとかに、まあ要は返品作業をしてください。めんどくさいですけど、まあ慣れてる人はね、多少の請求不要とかはそのまま直して作っちゃうんでいいんですけどね、でも初心者のね、初めて作る人がなかなかそれはできないと思うので、もし不良があるんだったら、あった場合はですね、この状態の袋には袋から開ける前に確認して、もし不良があったら返品交換してください。まあまあないです、はい、こんなになんか2分ぐらいかけて今説明しましたけど、まあないですなので、一応確認してくださいね。一応確認して袋を開けましょう。よいしょ。まあ手でバリバリバリって破いてもいいんですけど、一応ハサミを使いましょうか。ハサミが切れない。よいしょ。で、この袋をですね、今最近書いてないんだよな。昔はですね。書いてあるわ。ここにね、注意事項が書いてあります。なので、ちょっと注意事項を読みましょうか。部品が鋭い箇所がありますので、注意してください。この中部品が鋭いところがあるので、注意してくださいっていうのは、この前回ね、説明したこの注意っていう矢印のことです。はい。で、先端が尖っている箇所がありますので注意してくださいって書いてあるね。で、部品はきれいに切り取って、切り取った後のクズは捨ててください。要はもうそのさっき言ったね、デザインナイフで、ゲートをカットしたら、この切りくずだとか、あとランナーがね、いらないじゃないですか。部品を取った後のランナーというのはいらないので、それはまあ捨ててくださいって書いてあります。で、ここですね、袋を頭からかぶったり顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがありますって書いてあるんですけど、こんな人俺も見たこともなければ聞いたこともないんだけど、でも書いてあるの要はこの袋ですね、あの部品がね、ランナーが入ってたこの袋をですね、まあ大人はかぶれないし、あと赤ちゃんかな、だから小学生の低学年とかがいたずらで赤ちゃんとかにかぶせちゃったりしたらダメだよっていうことが言いたいのかな。まあかぶせないまでもね、これでこう口を覆えばもう当然息できないじゃないですか。なので、あのそんなことはしないでねって書いてあります。まあ当たり前のことが書いてあります。で、昔はですね、これにですね、要はかぶらないでくださいっていう以上にですね、かぶらないようにこれを貼って、よいしょ、破いたりハサミで貼って細切れにして捨ててくださいっていうのが書いてたりしました。今書いてないのね、そこまでは。昔はね、書いてあったんだよね。まああの、こうやっとけば、まあ被る、少なくとも被ることはできなくなるじゃないですか。なので、まあ、小さいお子さんがいる家庭はですね、まあ、ここまでやっといたが、もしかしたら安心かもしれません。よいしょ。なので袋は破いて捨てましょう。で、さらにで、ね、なんか前回に引き続いてもう説明書のこの説明で終わっちゃうね。で、次ですね。で、接着剤は口の中に入れないでください。中毒の危険があります。あの接着剤口の中に入れないでください。あの接着剤ね、あの使うので、あの接着剤買ってくると思うんですけども、まああの美味しくないんでね、そもそも美味しくない上になんかあの体にすごく悪そうな感じなので、まあいるまあいいか、口の中に入れないでください。中毒の危険があります。で、なんでこんなこと書いてあるかというとですね、昔はね、前回の動画で接着剤買ってくださいって言ったじゃないですか。昔はね、あの接着剤ついてたんですよ、このプラモデルに。こんなね、ちっちゃいね、ひし形のね、ひし形接着剤で、あのインターネットとかであの調べてもらえば出てくると思うんだけど、このひし形のね接着剤がついてたんですよ。で、
このひし形のこの袋みたいな接着剤がね、まあ薬に見えなくもないんですよね。なので間違ってそれを飲んだりすることが、事故とかがね、ゼロではないんだよね。なのでこれが書いてあるんだけど、まあさすがにさ、この瓶でね、接着剤買ってきた、今はね、今はこうやって瓶の接着剤買ってきて、これをさ、ごくごく飲んだり舐めたりする人はいないと思うので、まあ大丈夫かな。まあでもね、間違って舐めたり、口に入ったりすることもあるんで気をつけてください。はい。で、さらにですね、接着剤が目に入った時はって書いてますね。接着剤に目が入ることはね、ゼロではないです。こう取り出す時とか、あとはちょっと手が滑ってこれがちょっと跳ねたりとか落とした時に、その滴が目に入ったりとかする可能性はまあゼロではないので、まあ、一応注意していただけたらなと思うんですけども、目に入った時はすぐに大量の水で洗い流して医師に相談し、まあ、要は病院に行ってくれってことですね。はい。で最後ですね、締め切った室内では使用しないでください。要は接着剤を、要は換気をしないで使うと、その溶剤の匂いで充満しちゃって、ちょっと気分悪くなったりすることがあるんですよ。なので、まあ、ちょっと換気はよくね、して使ってくださいってことが書いてあります。まあ、中毒の危険がありますっていうのが書いてありますので、ぜひ、まあ、注意事項。まあ、一度読めば、まあ、この辺のね、注意事項とか、前回のこの組み立てた時の注意みたいなものは、さあ初めてプラモデル作る人が1回は読んだ方がいいと思います。でももう2回目3回目になると同じことが書いてあるので、まあ大丈夫じゃないかなと思います。なのでまあ1回は読んでくださいね、自分でね、うん、はい。というわけでそういう注意事項が書いてあります。でパーツを見てみましょう。こんな感じですね。はい、よいしょ。でですね、前回の動画でちょっと言い忘れたんですけど、これね、塗料でですね、オレンジとかミディアムブルーとかってこの塗ってあるところは書いてあるんですけど、この本体のそもそものこの緑色の色が何色なのかが書いてないんですよ。なので今回はですね、初めてプラモデルを作るっていうのが主題なので、色はこのオレンジとかこの指定してある色だけを塗ろうと思います。このね、本体の緑色の色がね書いてあれば塗ろうか、その色を用意して塗ろうと思うんだけど、書いてないんですよ。うん、書いてない、書いてないので、今回はこのオレンジとミディアムブルーと小豆色ですか小豆色、なんか微妙な色ですけど、まあ小豆色、これはまあ台座の色なんで、実は小豆色だろうが何色だろうが別に何色の好きな色塗ればいいと思うんですけども、少なくともこのオレンジとミディアムブルーっていうのは、必要なので、まあ、2色ですね、必ず必要な色とはもう2色で、本体の色は今回はもうこの色のまんまいきたいと思います。はい、色は本体は塗りません。まあ、塗ってもいいんですけど。なので、塗料はミディアムブルーとオレンジを用意しましょう。ということになります。はい。書いてあればいいんだけどね。うん、で、これでやっと自分が必要なものが、やっと何を買えばいいかっていうのが分かったところです。はい。でね、まあ筆はですね、今回その本体全部塗らないので、この部分的にね、ちっちゃいところ塗っていくだけなので、細筆もしくは面相筆だね。ちょっとすごい極細な面相筆じゃなくて、普通の面相筆って言って通じるかわかんないんですけども、なんだろうな、F 筆よりは細い、うん、丸筆のね、丸筆じゃなくて面相筆、どういう風に言えばいいのかな、シャープ00とかシャープ1番とか、そのちょっと太さをね、数字で表したりするんですよ。で、できればね、面相筆の方がいいと思います。面相筆を1本そんなにすごく細くなくていいので、シャープ0番0番か
1番0500ぐらいのね、メンソー筆を買ってください。1本とりあえず1本買ってください。今回はあの広い面積に塗らないので、なので、前回の動画の続きで言うと、接着剤、接着剤、ニッパー、接着剤、ニッパー、デザインナイフ、このぐらいの面相筆でちょっともう実物見せましょうか。このぐらいの面相筆ですね。わかります？穂先がスッとこう長くて細い面相筆、これを1本買ってください。で、筆もねピンからキリまであるんですよ。なので迷ったらタミヤさんの筆のセットが売ってるんですよ。面相筆と丸筆と平筆、とりあえずその3本があれば OK というセットがあるので、まあ、そのセットを買ってもらうのもいいかもしれません。ちょっともう本当ね、筆はね奥が深いんで、初めて買う場合はもしなんかどれか1本買った方がいいっておすすめするんであれば、面相筆の、10-0ぐらいの面相筆を、僕だったらね、まあ、もしくは0番00番か10-0ぐらいの面相筆を、そうだな、500円ぐらい、300円以上は出してほしいかな。300円以上ぐらいの面相筆を1本買ってください。もしもなんかもう本当分かんないときは、タミヤさんとかあの長谷川さんとかから出てるあの筆のセットが売ってますので、それでもいいと思います。なので、接着、もう一遍言うと、接着剤、ニッパー、デザイナイフ、筆、あと塗料、今回はオレンジとミディアムブルーのこの2色を、作る前に買ってください。はい、というわけで今回やっとこれでプラモデルを作り始める前に必要なものがこれで揃いました。というわけで皆さん、またこれ今日は、今回はこれまで、次回また楽しみにしててください。結局17分ぐらいになってるね。なんでこんなに話すことあるんだろうな。まあでも作り始めたら多分そんなに説明することはないんですよ。要はその準備が結構ね、その下準備が、その初めてプラモデル作る人っていうのは、その一番最初の準備が大変なわけですよ。だって何も持ってないんだもん。道具も持たなければね、その接着剤も持ってないじゃないですか。なのでちょっと前回と今回はちょっと長めの動画になってますけども、まあここからはちょっとサクサクっといきたいと思います。というわけで、引き続きまたよかったら楽しみに待っててください。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた。